玉川習字教室の玉川優吾です。はい、今日はですね、日本習字漢字部1月号のですね、行書検定課題、こちらをですね、書きながら説明をしていきます。はい、今回の課題はですね、こちら、和気新年を迎える。はい、この課題をですね、書いていきます。はい、今回の課題はですね、天角の連作を捉えてリズムよく書いていくという課題となります。天角の連続、はい、特にですね、木のこの縦角から横角へのこの連続、年も同じですね、縦角から横角へのこの連続、そしてここ真の2画目から3画目ですね、そしてここも連続していきますね。そしてこの斧作りのこの縦角から後戻りするようにして連続していく、この書き方も注意してください。はい、また和はですね、ここを一旦止めてからですね、そして次の角に向かっていくという書き方をしますし、この書き順、筆順ですね、はい、ここを気をつけてくださいね。左払い、横に行くようにして、ここちょっとこう内側にね、入るような運筆で、そして右下に行くようなこの角度ですね。で、この紙筆の位置は気をつけるといったところですね。木、ここ横角間気をつけてください。狭くまとめます。で、この連続に気をつけていきましょう。下ですね、迎える、はい、この作りと心境のですね、位置関係に注目して、最後は収筆、軽く止めます。はい、心、はい、ここのね、連続、はい、リズムよく書いていきます。そしてここ左下右下という形ですね。はい、ね、ここの余白、広さ注意して書くようにしましょう。それではですね、早速書きながら説明をしましょう。はい、行書ですのでですね、気脈を通して書くといったところが大切です。ですので、一文字を一筆でですね、墨継ぎ出して書いていきます。はい、一画目はちょっと横に行くようにして、こう、そして内側に入って、ちょっと右下に、そして跳ねて、右上がりで、そして左下止めて、次の画に向かって、こう、そしてこう、ここもこう後戻りをするようにして縦角、はい、ここ丸みをつけて、こうですね、そして跳ねてという書き方ですね。はい、木、これを受けてこう入りますね。で、右上がり、ここ縦角か横角の連続で金脈を通してすっと抜いて、転接、はい、穂先を左側通り、そして中心、そしてここ角の上を通っていく、穂先の通る位置、そして内側に向かって跳ね上げていきます。ここ気をつけてみて書いてください、うん、そして左下でこう気脈を通して次第のとか、はい、木ですね、迎える、はい、ちょっと反るようにして、こうで右下行って、で抜いて、こう折れ、そしてこう丸みをつけた転接、ですね、こう右上がりで、こう、そして次第に太くして、右払いは止めます。はい、ここのね、余白をね、作っていきますね。はい、芯、1、2、3、右上がり、そして連続していきます。
こう連続し、収縮の位置気をつけてください。ここは長いですね。そしてちょっとでかく、こう筋脈をつないで、右下にちょっと落とすような感じで縦角で後戻りをするようにして、右上がり、そして角の中を通って押さえて、芯ね、はい、ここも後戻りをする、後戻り連続する様子、右上がり、はい、ちょっと左出ます。で、そしてちょっと中心抜いて、こうで縦まっすぐ出力を保って払うようにして書いていきます。はい、このようにして書いていきましょう。天角の連続をですね、捉えてリズムよく書いていきましょう。そして行書ですので、筋脈をですね通して意識して書くようにしてください。はい、今日は以上です。